おはようございます。おはようございます。今日はですね、リベンジですよ。リベンジ。この前おかずライドに行った時に、僕はベトナムのお店に食材屋さんに行ったんですけど、閉まってたんですよ、残念ながら。なので、今回はですね、もう一回行ってみようと。もう一回行ったら空いてるでしょと、いうので、密かに。何かってるんですね。はい。食材を求めて。何か今日は、グランピーの人も誰も来てないっていう。あ、そうですね。ちょっと準備不足で、僕と西上さん2人でちょっと来てない人たちに、はい、お見舞いしてあげる。お見舞い、ちょっと美味しいやつをですね、ベトナム料理を、はい、お見舞いしてやるっていうので、今日は向かってると。もうどうしても空いてないという時は、別の食材屋さんももう目をつけてますので、そっち行ってみようと思います。レア食材ね。レア食材、はい。ちょっと一人ではなかなか買えないかなっていうやつを、仲間のパワーを借りて入手してこようと思います。はい、では行ってきます。これでも今日な、はい、お盆かもしれん。確かにそうですね。ベトナムにお盆はないかもしれんけど。ちょっと、カウンが立ち込めてきましたね。なんか、はい、車もちょっと少ない。少ないですね。いや、でもなんとか。まあ、もう近所なんで。もう、はい。あっち行きましょう。はい。いやー、困ったな。まあ大丈夫でしょう。今日は4店舗一応構えてるんで、予備を、はい。さあどうでしょうか。空いてるのかな。やっぱり。おかしいな。24時間営業。そうですね。まだ商品があるから閉めてはない。そうですね。この前来たばっかりなんですけど。やっぱりお盆休みなのかな。嫌な予感が。そうですね。一応ここには24時間って書いてあるんですけど、Google マップ上は9時から。9時から。になっとるんで。うん、ちょっと2時間潰れします。そうですね。今何時？今、8時40分なので、もうちょっと。もうちょっと。はい。はい。はい、今、開店待ちなんですけど。開店するかどうか分からない。いえ。必ず開店してくれると思います。これが多分美味しい。タマリンド。はい。この間のね。タマリンドドリンク。ドリンク。これね。はい、これ美味しそう。美味しいですね。うん、ではこのパッションフルーツドリンクもちょっと気になる。それも美味しそうやね、はい、なんか種とか入ってたらいいね。あ、種何やったっけ、つぶつぶ、つぶつぶみかんみたいな。あ、あんまり食べたことないですよね、パッションフルーツって、うん、見たことあるんですけど。だけどこの辺のあれだよね、瓶詰めのやつ。あ、これもこれちょっとやばそうよね。漬物なんて大丈夫ってことじゃないですか。火当たってもいいかな。たまたまですね。いや、これすごいじゃん。あ、これがパッションフルーツ。これなのかな。こう書いてますね、パッションフルーツ。おお、ゲゲゲの鬼太郎が食べてそうなやつ。どういうこと。目玉のスープとか。ああ、まあでも美味しいじゃないですかね。フルーツなんで、このあたりもちょっと気になります。お酒、うん、お酒、はい、あ、確かにこれベトナムのあれっぽいな、はい、リキュールって書いてあるんで、30%。いやー、なるほど。米酒、あ、だから本当に普通のお酒なのかな。あ、日本酒みたいなね、はい、うん、なるほど。ちょっと自動販売機チェック。あ、自動販売機、珍しいのが売ってる。そうですね、種類。でもちょっと安いですね。安いね。
あんまり見ないのだとこれとか甘酒、甘酒最近ハマってる。アルコール入っとんかな。あーな、どうなんですか。でも甘酒ってちょっとやっぱり入ってたんじゃない。うん、西条のやつですね。おお、珍しい。あ、見たことないですね、うん、あとはこの、そうですね、この辺りやとこの南国 CC レモンミックス、ミックス南国フレーバーミックス、これ110円ってすげえ安いです、うん、なんかもうちょっと高いイメージがあったんですけど、うん、大体今150円ぐらいするよ。そうですね、うん、なんかペットボトルも安いです。このさ、ほうじ茶110円、この大きさでなんですこっち600円で100円、倍ぐらいしますね。これめっちゃ美味しいんちゃう。まあ、そうですね、あの濃縮されてるんじゃないですか。これもでも見たことないですけどね。見たことないね。はい、買いました甘酒。一応裏見たらですね、アルコール分 1% 未満って書いてますね。だから大丈夫なんじゃないですか。清涼飲料水って書いてます。飲んで自転車乗っても OK。 OK って書いてますね。 OK です、はい、アルコールとは書いてないんで、あれだ、補給食エナジードリンク。そうですね、うん、あの飲む薬って言われてるらしいんで、甘酒、うん、なんか僕風邪ひいた時とか、うん、結構よう飲むんですよ。あの家に常駐してるんで。味はどうですか。ちょっといただきます。あ、振るの忘れとったですね。まあ、めっちゃうまいですね。めちゃめちゃうまい。西条の酒粕で、これあのよくスーパーで売ってるやつより美味しいですよ、うん。あれちゃんはやっぱカルピスを家で作るより美味しいみたいな。あ、最高の分量になってんじゃん。あ、そうかもしれないですね。西条は灘伏見と並ぶ世界、三大名城地の一つって書いてますね。西条ってみんな知らんか、知らない人のために言えば、これあの東広島の酒蔵、そうですね、酒蔵がいっぱいあるエリアなんでね、はいはい、日本酒で有名なエリアの甘酒と、うん、水が美味しいですよ、すごく、うん、で作った。ちなみにこの 缶の甘酒初めて見たね。よっぽど珍しい。どこで売ってんねんって。そうですね。これいいですよ。あーめえ。エナジードリンク。エナジードリンク。僕はもうモンスターよりこっちかな、甘酒かな。もうモンスターは健康品ですからね。そうですね。体にいいのがいいです。よし。この間と同じパターン。そうですね。ちょっと一応あの常連さんみたいな方は来られとって、で聞いたらあの開くかどうかわからないって言われたんで、ちょっともう一回別の第2店舗目に向かってるところですね。はい。もうすぐ着くんで、おそらくそっちは、開いてるだろうと。いうところでございます。はい。開いてるかもしれない。え？え、どうだろう。お、誰か行ったの。開いてる開いてる。開いてる開いてる。よかった。ここに置きましょうか。いやー、ちょっと企画倒れするかと思ったです。さあ、楽しくお買い物しましょう、はい。撮影許可をいただきましたんで、ちょっと撮っておきます。はい、お目当てのもの。お目当てのものをついに見つけました。これまだ他のスタッフは知らないもん、ね。知らない。何を買って帰るか。これですね。はい。これ。いや、美味しそう。もうあの冷凍カイコ。ガチや。すごいですね。この何匹入ってるのかよくわからないぐらい。食べたい。ちょっと食べてみたいです。500g あるんで。うん、いっぱい食べれる。全員分はちゃんとあるですね。お茶碗にいっぱい食べれる。お茶碗にいっぱい、はい。終わっても一人これぐらいは30匹ぐらいはいけそうです。まあ、これ1個、はい、1個目、はい、でもう1個気になってるやつがこれはですね、あの美味しいと思います、まあ、もうよくある、うん、はい、これですね、
取り直し。取り直し、はい。冷凍カエルでございます。まあまあ大きいですよ。20センチ以上あるカエルですね。でっかいカエル、はい。この足の筋肉は素晴らしい。うん、まあ、これはなんかどう調理しても美味しそうやね。そうですね。うん、聞いた話だと鶏の肉のような味がするということで、うん、まあ、今回はですね、これをちょっとやってみたいと思います。はい。ちょっとカイコの料理方法を今、うん、店員さんに聞いたら、はい、うん、塩で、炒めると。炒めたら、はい、もう美味しいと。簡単って。簡単です。一番やりやすいかもしれない。すぐできるね。すぐできます。で、買いましょうか。買いましょう。はい。よっしゃ。それがあの秘密の新型バッグ。新型バッグ、あ、そうなんですよ。これ、あのアドカナタさんのノマドパックなんですけど、今も試しに試して、うん、よいしょ、いろんな荷物をですね、もう放り込んでるんですけど、今日はバッグ背負ってないのはこいつがあったからなんですよ、うん、これがあったから全然問題なくいけるんです。これをもう放り込んで、もうこういう感じで不思議な開き方ですね。そうです、前にこう開くんで、これなかなかですね、個性が強いんでいろんな使い方ができちゃうんですね。すごいシンプルなバッグなんですけど、その包み方とか固定方法によって容量を変幻自在に変えれちゃう。これは詳細はまたご紹介します。ちょっとついに開いてるかもしれない。さっき商品出てなかったんですけど、今見たら、いや、やっぱり閉まってんじゃん。いや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 、開いてると思いますよ。開いてます。開いてる開いてる。あ、とうとう、とうとう、よっ、止まった。すぐ行きます。ちょっと買い込もうかな。え、こっちの方がね。いやいや、両方いいです。こっちにしかないものもあるし、向こうにしかないものもある。タマリンドなかった、ね。タマリンドは向こうなかったんですけど、こっちにはあるんで。また買ってしまいましたね。しまいました。ちょっと僕食べたかったやつが全部揃ったんで、今日はテンション高いです。これ、じゃんちゃらちゃちゃん、鶏の足。これみんな大絶賛してるよね。いや、そうなんですよ。現地の人が、はい、美味しい美味しいって。美味しいって。そのまま食べる。すごい可愛いですね。イラストと中身が全然合ってないぐらいすごい可愛いです。でもすごい美味しいらしいです。うん、ビールのおつまみでこのままペロッと食べるとちょっと辛くてうまいと、うん、いうことで。はい。はい、別の何人かの人がそう言ってたもんね。そうですね、一人じゃないですね。いろいろ説明していただいて本当親切な方ばっかりで、本当に、いや、もうびっくり、うん、はい、日本ではなかなかないですね。大阪のおばちゃんぐらいな感じですね。はい、よし、では帰りましょう。帰ります。あとは、ま、カレーのレトルトに今回カレーなんですね、はい、しようかなと思ってるんで、カレーをですねちょっとゲットしにスーパーに寄って帰る。で、今回は外じゃなくて店内で暑いからね、はい、ささっと料理してで、みんながやってきた時にどうぞという感じにしようかな。いや、楽しみですね。きっと美味しいはずなんですけど、美味しいはず。やっぱりこう普段食べてないものを食べるといきなりこう人生観が変わるかもしれないので、大人の人はしかし、まあ、そう、親切ですね。いや、すごい親切で、びっくりしたんですね。うわ、もうベトナム行きたいですね。聞いてもないのに教えてくれる。あ、そうですね。いや、でもそれは今忘れられてる心なのかもしれないです。はい、もう全然知らない人にも親切心で対応するという、僕もちょっと見直らないといけんなと思いました。心の余裕は、はい、いや、本当に思いました。なんかああやって言われると、え、この人何か裏で考えてんじゃないのとか思って。そうですね。貧しいね。はい、貧しいです。ダメです。心広く持たないと。
カレーのレトルト4つとあのアルコール燃料と、カエルとカイコと鶏の足があの入ってます。全然余裕、3分の2ぐらいちょっと使ってるっていう感じですね。ちょっと中はあの結構異国な匂いがする感じになってますね。はい、これでまあ、あの拡張性が結構あるんで、これをうまいこと活かしながら、今一番いいこう包み方は何かっていうのを、ね、実験してみます。まさかでもカエルが入るとは思わなかったですね。よし、はい、これで最後に縛る。もしこれで全然動かないですよ。もうそのこう DH バーが、はい、いい抑えになってます。いい抑えになってます。これなくてももちろんいいんですけど、あると上方向にこいつが壁があるんで、ね、かなりいい感じです。じゃあちょっとよし。あ、はい。すいません。氷でも食べますか。これでも、はい。ちょっと休憩のアイスボックス。はい。よーし。いただきます。ちょっとちっちゃくなった気がする。ディスるわけじゃない。いや、そうですね。あの実質値上げというやつか。では、お店に着きましたので、じゃ外でやってるという体で。では、早速、今回はこのトランギアの、エネルギーボトルをちょっと使ってみると。ああ、なるほど。今初めて使ってるんですけど、結構いい感じです。こっちとこっちが2つあるんですけど、一緒や。一緒ですね。ちょっと、一緒です。はい。こぼれにくい。こぼれにくいです。さあこれでセッティングしてもうすぐ。外バーナーで。これで OK。よし。で、さっきセットしたですね、鍋。よっこらつ、ちょっと待って。取っ手がいる。さあ、これを乗っけて、これで。これで OK ですね。これで火力とか。火力はもうこれで、あとはもう、煮立ってきたら、弱火にします。これで蓋、これで上で具材をちょっと解凍しとこうかなこれどうしたらいいやろな。これカエルとカイコなんですけどこれ結構汁が出てきてますね、カイコ。なんで一回切って袋開けて出してみますか。出してみて。これでもカイコはさ、ここで塩で炒めたらもうええって言って。あ、言ってましたね。うん、これもう早速食べれるんです。いやでも多分火力がちょっと弱いんで。どうしようかな。ご飯ができてから炒めましょうか。うんうん、それまではちょっと解凍しとく。そうね。そういうことに、ね。じゃあちょっと。こっちはどうしこっちはちょっと村上君に相談します。そうだ、はい、はい、汁が食べでは冷凍カエル開けます、うん、おー、いたね、ついに。よっ、完全にカチカチですね。氷ですね、もう。これ水溶かした方がいいんじゃないかな。ちょっと氷は取っておいて、ちょっとベトナムっぽく料理したんですね。2匹です。2匹です。結構氷が
これはみんなの分もあるよ。そうですね。一匹目。二匹目。三匹。四匹入るかな。これはなかなかですね。弱火で。もうちょい、もうちょっとですね。うん、これをこれで置いておきましょう。なかなかあのいい桃ですね。いい桃してます。この足に力がすごい。はい。村上君にヘルプをお願いします。カエル初めてしばきします。今、オリーブオイルで炒めて、で表裏をまんべんなくやってたんですけど、フライパンが広すぎて火力が真ん中しかないから、こう入れ替わりしながらやってた。で、落とし蓋とりあえず蓋して中まで火通すとか、いう感じでしっかりと火を通さないとね。はい。おしゃれ。はい、ということで、ちょっと、はい、いただきます。はい、その間にあれをこっちに移しとくか。あれとは。あれ、これご飯もうええん、これ。ご飯もういいんじゃないですかね。中身チェックお願いします。もうちょっとふわっと焦げの匂いがしたけど。マジついてる。まだついてるの。え、マジか。いけん。あ、ついとった。いけん。あらら。すごいビジュアルですね。どうしようかな。なんか、いろいろ、まあ、行くしかないか。テレビでしか見たことない、これ。微妙にね。はい、おお。どうしたらいいんだろう。よーし。おー、ひとまずちょっと出してみましょうか。よし。カイコってこうやって見たら、あの糸は出すし食べ物にもなるし、なんていい食材なんでしょうか。行くねえ。いや、そんなに行きますか。ああ、汁が、あ、やばい、めっちゃ垂れてます。やばい、開口中。なんやろこれ、なんやろ。匂います。匂う。美味しそうな匂いじゃないよ。いや、でもコーンみたいな、ちょっと酸味があるコーンみたいな感じがするな。完成したので、皆さんに実食してもらおうと思います。はい、村上くんが丹精込めて作ったカエルの、塩コショウ炒めと、塩炒めです。うん、これまだ塩かかってんの？塩かか一回かけました。一回かけて、ちょっと美味しい塩しとく。美味しい塩しときましょう。シンプルに塩で食べるのがいいんですか？塩でかけると美味しいと、あのお店の方が言ってましたね。いや、なかなかです、ね、これどれぐらい炒めたらもう火入ってます。もう、いや、今止めてます。もう炒めた後です。早速、はい、いただきます。はい、はい、おめっちゃうまい。あ、うまかいな。マジっすか。あ、あの、うん、なんでしょう。もうちょっと炒めた方がいいかな。野菜のような。あ、一瞬ピーナッツです、どうぞ。いな。あれ見なければ。そうです ね、あの繊維が多い、ピーナッツって感じです。確かに。あれ、2人がいなくなった。みんな美味しいって。美味しいですよ。
これどう食べたらいいんですかね。でも足鶏なし食べるみたいに、足もいいね。お、ちょうどいいところだ。じゃあいただきます。いただきます。あそこでいいんですか。もうね。あ、大体。これはあの何匹でもいける感じですよ。バクバクいける。バクバクいきます。これは全然。あ、まあ、カレーには間違いない。間違いないです。おいしい。カエルカレーはありですね。あ、これはおいしい。鶏ですね。うん。骨がかわいい。うん。うまい。鶏です。これは。何やったっけ。あ、いらないです。極めつけはこれなんで、ニワトリの足です、ね。これもみんな大事でした。大事でしたんです。これあの皆さんに勧められたんで、ショップの人もそうですし。焼かずに食べるんです。はい。え、たまたま来て。解凍したらそのままも。いやそのまんまやな。怖いな。ちょっといただきます。おお。思ったよりでかいな。これはちっちゃいの選んでるやろ。ちょっと俺もちっちゃいの。いやこれは。じゃあちょっと、あ、もう油の感じが、せーので、せーのでいきましょうか。お、はい、の、おお、うん、美味しい。これはあ、え、うまいですか。美味しい。これは美味しいですよ。これうまい。あ、まあ、うまい。おもいもい。うわ。これは美味しいですよ。よかったな。うん。確かにうまい。リベンジ大成功。大成功です。これがちょっと苦手かもしれない。え、もう想像通りの破壊力ですよ。これ、ジャイ君これ苦手なの？苦手かもしれない。これはあの調理方法を変えないけんですね。塩はダメ。塩はちょっとあの繊維を食べてる感じがして。おお、まあ。でも見なければ。面白い。あれじゃないですか。チビチビって感じ。ガバッと食べながら。ウィルさん、美味しいってこれ。まあ、そんな感じで、はい、終わります。ありがとうございました。